FM 流進堂 DJ の流進です。明けましておめでとうございます。本日は2017年1月6日金曜日でございます。本日がですね、2017年の、初めての、FM 流進堂の収録ということで、今年も元気に FM 流進堂を続けてい、きたいなと思うんですけれども、いろいろなね、ことが今年もあるでしょうから、ラジオの、更新できない日もあるかと思いますけれども、不定期の更新でもいいから、継続してやっていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと今耳のいい人は聞きながら気づいている方もいるかもしれないんですけれども、今現在私は家のお風呂ですね、お風呂に入りながらラジオの収録をしております。いつも同じ場所で収録するとですね、自分の方もちょっと飽きてきちゃったりとかして、リフレッシュと言いますかね、たまにはね、違うとこでも撮りたいなっていうような思いもあって、お風呂場で撮ろうかなと思いながら撮っております。もう一つね、ネタじゃないですけれども、ちょっとこのお風呂場って結構その音の反響の仕方が特殊じゃないですか。普段の部屋にいる時の音の反響の仕方と違って、お風呂場にいる時のこの音の反響の仕方ってなんかお風呂っぽいなっていうね、そういう感じがあると思うんですよ。でなんかそういうのをちょっとね、普段との違いとして楽しんでいただけたらいいなと思っております。で最近ですね、お正月が来るとほとんどの人と言いますか、多くの人はそうなる可能性があるんですけれども、いわゆるお正月太りですね。いろいろなね、お正月っていうのは美味しいものがございます。お餅をいっぱい食べちゃったとかね、おせち料理を食べちゃったとかね、お正月だからっていうねことで、その普段より豪華なものを親戚と食べるとかね、家族と一緒に食べるとか恋人と一緒に食べるみたいなね、そういう方いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、僕もですね、お正月太り、お正月に限定した太りというよりは、去年の年末ぐらいからですね、いわゆる忘年会ですよね、忘年会関係の、飲み会が多くてですね、やっぱりそっちから来る、ちょっと太っちゃったみたいなのが少しありまして、ちょっとその痩せなきゃって思ってるんだけれども、どっちかっていうとね、その時の忙しさ優先されてしまって、なかなかそのダイエットの方に気が回らなかったりするわけですよ。それでこのお正月もですね、実は実家のお寺、実家がお寺なのでね、年末年始ずっと働きづくめだったわけなんですけれども、その中で外に出れないわけですよ、忙しくて。でこの外に出れない状況の中で、ちょっとねダイエット的なことをしようとするとですね、どうなるかと言いますとですね、僕なりに考えたのが、お風呂ダイエット、いわゆる半身浴ですね、半身浴を、ゆっくりしようと、その体をね休める意味も込めて、そういう意味も含めて半身浴をしようかなということで、ここ何日間かゆっくりお風呂に入るってことをやっております。でどのぐらい入るかというとですね、大体1時間ぐらいお風呂に入るんですね。それでお風呂に入ってるとポカポカしてきてね、5分とか10分もすると結構汗もね、ポタポタ落ちてくるような感じで体が温まってくるんですよ。でサウナも僕すごく好きで、サウナもよく行くんですけれども、ちょっとここ数日間はその
仕事の忙しさの影響でその外出ができなかったり、そのまとまった時間が取れなかったりして、ちょっとサウナ行くほどの、まあ、時間的な余裕がないっていうようなね、感じだったんですよ。余震場サウナに行っても、まあ、そのすぐ帰ってきてしまうようだったら自分の気持ちがね落ち着かないものですから、気が休まらないものですから、じゃあその自宅でねゆっくりお風呂に入るってことを自分に課して、まあ、その汗をかきながら、ちょっとね体重も落としつつ、まあ、自分の体のメンテナンスもしていこうかなということで、お風呂入っております。まあ、そんなわけでね、実はお風呂入りながらデジを取ろうというのはもう何日か前から決めてたんですけれども、まあ、ちょっとその家にね家族がいたりとかっていう状況もあるので、なかなかその録音するタイミングっていうのを言うのもあるので、まあこの6日までずれ込んでしまったっていうことですね。で、前回の放送が去年の年末に収録して、まあ、それからその何夜か連続で分まとめて撮っちゃったので、まあ、それがねお正月をまたぐようなねスケジュールで収録してたんですけれども、やっぱりできるだけ毎日放送の番組のアップしたいものですから、まあ、もう毎日ねいつ話そうかいつ話そうかっていうふうなことを考えてたんですけれどもね、やっぱり仕事の方が忙しくてなかなかね収録できなくて、まあ、こんな日にちになってしまいました。まあね、今日はというか今回は2017年の、まあ、目標というかね、いろいろ自分の抱負というかね、そういう気持ちみたいなものについて話していきたいかなと思っております。で、まず一つ目が大きいのはですね、今年僕もう年始早々ですね、来週ぐらいから始まるんですけれども映画を撮ります。で、この映画の話は実は去年の放送の時にも少しね話には出ていたんですけれども、まあ、実際その話にちょっと出てたっていう程度で、まあ、詳しくはね多分話していなかったと思います。詳しくはで、その話をねちょっと今日したいと思うんですけれども、実は去年2016年からいろいろ僕のね人生の中でも新しいことを始める年だったんですよ、去年は。だからその分ねいろいろ試練の年でもあったなっていうふうに去年は感じているんですけれども、まあいろいろなね新しいことを始めまして、でその中で、まあ、毎月ねお寺で、映画を見ましょうみたいなね会を作ったんですよ。で、寺シネマっていう題名のイベントなんですけれども、まあ年に1回か2回ぐらい、あ、去年は1回だけか、1回だけお休みもらって、でそれ以外はもう毎月ね映画の上映してましたよ。で、その実はですね映画の上映のイベントを拡大してですね、で今年の6月に、まあ、その海老名、ジ・インディーズ映画祭っていうのをですね開催する予定がございまして、でその、まあ、インディーズ映画祭ですから、まあ、その商業的じゃない映画ですね、商業映画でない映画を作っている方の、まあ、オリジナルの映画をですね広く募集して、まあ、そこから、作品をいろいろ集めてですね、当日映画のお祭りということでね上映のイベントをやりたいなというふうに思っております。まあ、これがね今年の、まあ、6月のイベントなので今年の前半のイベントとしてはかなりその大きなイベントになります。で、まあ、これに向かってねまずはその頑張っていきたいなと思うんだけれども、まあ、それもね他者に対してごめんなさいね、ちょっとお風呂の体勢を変えるのでちょっと お風呂のチャポチャポした音入っちゃいますけれども、まあ、人からね作品を募集するだけじゃなくてやっぱ自分も一つ映画を作って出すということで、まあ、ちょっと自分に課してるんですよ。
で、まあそんなようなことで今年1本映画を撮ろうと思ってます。で、次回ですね、明日の夜はその映画についての内容についてのお話をさせていただきたいなと思います。では失礼いたします。おやすみなさい。